中国地方は活断層そんなに多くないんですけど、広島県の西部から中部、山口県あたりに集中して、県内で分かっている主な活断層です。中でも朝北区から山口周南へ伸びる全長およそ 78km の岩国廿日市市断層帯、そして江田島沖から岩国沖に分布する秋灘断層帯もあり、県西部に密集していることが分かります。能登半島の地震が活断層を起こした地震で、それによって能登半島の部分が隆起をしました。それと同じ活断層が広島の周りには分布しています。一部は海の中にありますので、同様に大きな振動と津波が発生すると思われます。2001年3月に起きた最大震度6弱の芸陽地震、地震の規模を示すマグニチュードは 6.4 でした。しかし県西部の活断層によりさらに強い地震が起こる恐れがあるといいます。秋灘広島湾あたりでは 7.4 ということで、先日の地震と同規模のものも推定されています。地震はいつ起こるか分かりませんが、ひとたび動けばその規模の大きな断層運動地震が起こると考えられています。一方、今後30年以内に 70% 以上の確率で起こるとされている南海トラフ地震も県内で震度6強が予想されています。こうしたプレート境界型地震は震源までの距離があるため、緊急地震速報によって強い揺れが始まる十数秒前に情報を知ることができるといいます。しかし活断層型は震源までの距離が近く、強い揺れまでの時間が短く、警戒が必要です。地震は前触れもなく突然やってきます。準備を事前に考えておく必要があると思います。家の構造、それから家の中の大型家具の固定、これが急がなければいけないことだと思います。もし地震があった時にはどうしようかと、どうするかということを少しシミュレーションしていただければと思います。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。